この時間はボートレース大村の展望番組をお届けしてまいります。本日もお相手いただきますのはスポーツウォッチの長谷明則記者です。今日もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。6日間開催で行われております日本財団会長杯、本日シリーズ4日目を迎えました。まずは長谷さん、はい、昨日なんですけれども、台風の影響によりまして水面状況が悪くなり、10レース以降が中止ということになりました。こうね、序盤はねそこまで崩れた天気ではなかったんですが、急に変わりましたね。そうですよね、本当にね、あの1レースとか普通見てたら、あ、何も影響ないなと思ったと、このお天気っていうのは予測できませんでした ね、強くなるかなというだったけど、あの1レースが前半じゃ本当まさかね、あんなにね、変わるとはちょっと思わなかったですね。ですね、本当一部の選手にはね、仕切り直しての4日目という感じでございますけれども、今日は予選最終日でございます。ここまでのポイント争いを、振り返りますと、前田翔太選手、原田幸也選手、頭一つと見て読みます。あの得点の前 9.20 ですからね、やっぱ3位とはちょっとね、差がありますからね。このまま両者の、どっちも多分1、12、15でいけるんじゃないのかなという感じはありますけど、どっちがトップになるかでしょうね。その2選手、仕上がりも上々と見ていいです、ただ前田翔太が言ってました はい、あのね、自分の中では出てると思うし、納得してるけど、突出はしてないですよ。似たような人もいますよ、ということは言ってましたね。でも原田選手は良いと言ってましたね。そしてね、以下ポイント争い見ますと、軒並み上位陣がね、主力陣が名を連ねているわけなんですが、前県日なんかちょっとモーター不安視されていた選手がいたんですが、そのあたりどう？その僕なんか筆頭は桑原優選手なんですよね。この良くないモーター引いてどうかな、やっぱり本人が言うには、ターン回りとかはね、大丈夫。ただな、いつも自分ではなんか伸びていくんだけど、そういう足はない。ただ戦いレベルだけど、やっぱりもうちょっと出てほしいなとは言ってましたね。だからそのあたりが成績はまとまっているけど、それほどじゃないっていうところがあるんでしょう。主力陣にももう一足二足という方がね。でもね、逆に言うとね、石橋道友選手なんてね、あんま良くないモードでシンプラだったんだけど、思った以上というか悪くないですね。本人なんかプロペラ叩いてね、スムーズに回れるようになりましたよ。冗談、僕ね、僕がプロペラ叩いてよく出ないなんて珍しいでしょそんなことないよないよないよとか言ってたんですけどね、なんかそのね、やり取りの光景が浮かぶようでございますけれども、さあね、今日4日目、予選最終日第10レースまでが予選となっておりますので、ぜひ予選突破、そして準優勝枠をかけた争いにもご注目いただきたいと思います。それでは長谷さんには本日も2レース予想していただきました。まずはこちらのフリップをご覧いただきましょう。まずは注目レーザーのコーナーでございます。注目レーザーは原田幸也選手、注目ポイントお願いいたします。逃げて予選トップ通過だ。いやー、はい、かなりいいポジションにいますので、本当ね、だって原田選手初日は 3-3 だったんですよね、2日目から3連勝、やっぱりあのプロペラをね、いつもの形に叩いてからは強くなってますね、スタートもいけるようになってるし、ターン回りも良くなってるし、もうちょっと本人気の利いたようになってね、ニコニコでしたよ良くなったよって、でも石橋選手もね、こちらも2日目後半から3連勝と、もうリズムも上げてきましたね。この2人がおそらく枠内になると思うんで、引退、角というレースになりますよね。原田選手、前田選手とは得点率は並んでるんですけど、ここ今日はね、9と10は点増しレースですからね。そうなんですよ。1着だと前田選手が前半で1着取っても、逆転とか、トップになる可能性があります。トップになりますからね、ここはまあ意地でも逃げ切りたいというのが、初日に負けてますからね、もう同じことは繰り返せないでしょう。そしてね、 G 争い見てまいりますと、先ほどもありました石橋選手を対抗に、やっぱりあの、レースがうまいですよね。僕は何度も言ったことあるんですけど、彼はね、なんか本人言ってました、プロペラ調整があんまうまくないって自分で言ってましたよ。で、僕はあの石橋道友ってのは本当レースがうまいと思ってるんですよ。そつないですよね、幕出しとかも綺麗に入りますよ。だからここは角戦なので、石橋選手対抗。ただ中島清張選手もね、なんか回る感じも良くなってて、自分の中では中堅の上にあっていい方と思いますよっていうコメント、ニコニコしたコメント出ましたね。柴田選手、昨日はね、走れなかったんですよね、中止になったんでね、でも2日目までで言うと伸びが良かったんですよね。だから船足も上位なので、
やっぱりこう枠なりになって、まあ、ここは出てないのは川上選手だけですね。川上選手にとって出足がないですねって言われてました。田川選手はいいんですよ、うん、はい、だからもう内よりやっぱり原田選手が逃げて石橋選手が攻めていくか、うん、内で2番3番が残すか、はい、そういうところがまず本戦の解明には入るでしょうね。はい、1番から4-3-2、4-3-2の6点が解明となっております。そしてね、田川選手ちょっと2着も抑えたいというのがね、田川選手、うん、今日は1回バシなんですよね、はい、おっと準優のボーダー見てみるとというところで1着なら 6.20 になって2着だ 5.80、はい、6点には届かないけど、うん、その状況次第ではね、はい、準優乗れる可能性もあるし、はい、伸びがこれいいんですよ。うーん、いい足してるんでね、はい、石橋選手が攻めていくとかなって展開があればちょっとね、うん、2着に来ないかなと思ったんで1-5から2-3-4のもう2着でちょっと決め打ちをして抑えたいなと思いました、はい、いや本戦の回目のね3着目にこう5番が入ってないとこが長谷さんらしいというか潔いというか2着までだぞってことだねいや、配当妙味もね、やはりメンバー見るとありそうではございますけども、そう思いますけどね、1号なら少しつくのかなという気がしますね。田川選手にもとってもね、こう準優に向けて気合の入る一戦となります。と思います。はい、今日の注目レーサーは原田幸也選手。買い目、抑え両方鑑みてももう一番の頭は硬そうかなと。ここで負けたらもう負けないでしょう。わかりました、はい、ぜひ皆様もご参考に第9レースをお楽しみいただければと思います。それではあれ参りましょうか。はい、困った時よ長谷田のみ。まず長谷さん、はい、このね、長谷田のみというコーナーはね、ちょっと穴を狙ってみましょうかみたいなコーナーなんですが、はいはい、初日と最終日以外お届けしていまして、はい、こう毎日こう穴レース探すのって大変じゃないですか。大変です。ですよね。特にちょっと今節は、うん、やっぱり主力陣がね、やっぱりしっかり、はい、まあ、強いと思うんですよね、はい、だから1号艇にいる時っていうのは、ああ逃げるんだろうなということがあるので、はい、うん、だから本当にね、後半レースがちょっとね、穴をね、なんか狙いづらいんですよね、うん、なんかとんでもないのは来るとは思うんですよ、はい、予想できなかった大穴とかは、はい、でもなんかちょっと狙っているとこないんでね、今日もね、うん、はい、いやどこにしようかなって正直迷いましたね。迷った挙句、うん、どのレースを選んでいただいたんでしょうか。早速続いてのフリップご覧いただきましょう。お、前半の方の第5レースですね。そうですね、うん、ここはね、三河選手が1号艇登場します、はい、三河選手ね、初日はね、4着3着の時はなんか出足がなくてね、はい、良くないんですよって言ったけど、あれチルドマイナスに下げて、はい、プロペラ叩いて、うん、なんかターンでしっかり押すようになったな、はい、本人言ってました。引き波をね、前まではね、超えなかったのがね、はい、超えるようになりましたよ。で、乗り心地含めて上向いてます。ただ、はい、出ていく足じゃないですけどね、でもいい感じになってきましたね。ここはまあ進入枠なりでしょうね、はい、船足で言えばね、この6号艇楠原選手がね、伸びてるんですよ、はい、ただ伸びてるけど6コースでしょ、うん、ちょっと遠いよなと思いますね。はい、で内側は 1-2-3-4 そんなに船足の差はないと思います、はい、ただ山本選手は終点はちょっと分が悪いと、うん、レースではなんか回る感じはあるんですけど、はい、ね、とか三河選手はまあ先ほどに回る感じは上向いた、はい、坪越選手ですよね。これでまあ A1 で格上にはなるんですけどね。そうですね、今節はチルとまあ上げ下げいろいろしてるんですよ。それは気温によってかなと思って本人曰く迷ってるだけです、はい、だからここがバチッとはまだ合ってないらしいんですよ。でもね、悪くはないんですよね、はい、で吉田選手も船足は悪くないんですよね、うん、だからまあ三河選手がすんなりね逃げて外が来なければやっぱりスローゼの争いで1から2-3、はい、で4よりもやっぱ伸びてる6に回したかったので、うん、3着2、3着には6を入れました。はい、1番から2-3-6の6点でございます、うん、早速狙い目参りましょう。吉田翔吾選手頭までここまで2着4着3着2着もどかしいですよね。もう取れそうで取れないどうなってるのって感じがしますけど、はい、でもね、はい、バランスが取れているっていうんですよ、うん、それは企業とかちょっとね、まあ気圧が低かったりと、まあ、ね、条件になるとちょっとね、回転不足だったけど、はい、しっかりターンもできてるし、うん、いや、ここもね、準優勝負かけというかね、もう大敗許せない勝負かけ、はい、そうですね、乗着順欲しい、はい、
思い切って言ってもらいましょうよ。で彼の場合イメージはね、はい、まくり差しか差しなんです大体、はい、だから1と2の間をまくり差しか、うん、まあ、人にはちょっとやり合っての差しの抜け、はい、ただ今節に限って言うと、うん、平均スタートはコンマ1、2スタート言ってるんでね、はい、もう勝手にもう差す差しのことでもうスタートでボーンと行っちゃった時は、はい、まくれば外も出てくるのかな、うん、最初はねこの3の頭で、はい、もう2着は1と2にして、はい、3着多かったんですけど、うん、オッズ見たらね3、4とか3、6とか来るとちょっとファイトも良かったので、はい、入れておくかと穴は流せて微力と、はい、吉田翔吾選手、はい、どうかなと思ったんでね。なるほど。オッズもね参考にしてというところでございます。一応ね、まあ、もちろん僕が見るのは前売りオッズの段階ですけど、はい、これで元が取れるかなとか、はい、取れないかと一応確認してくるんですよ、うん、12点出してても元が取れるならいいかなって、はい、まあ、来ればの話ですけどね、うん、そうですね。ただね3が頭で来ても5が絡んじゃった時とか飯田君ちょっとここ出てないんですよ、ね、なんかここは飯田選手ごめんなさい、もうちょっと飯田選手に聞いてみましたごめんなさい本当に。いやただ本当に吉田選手ね1着十分狙えるぐらいの仕上がりだよね。いやあのね、うん、前節が出てなくて悔しい思い、うん、だから前節もね、はい、次頑張らなきゃなと頑張りますよというね、うん、ここはじゃあ1着に取ってもらって、はい、順位をしっかり乗ってもらってと期待をしております、うん、そうですね、今日の困った時の長谷田の宮第5レース本戦の回目は1番から狙い目では、もどかしい着取りが続いている吉田翔吾選手の頭までということで、頼むよ。長谷田さんもねスカッと当ててもどかしさ取り払いたいですね。そうですよね僕もね翔吾選手みたいにちょっと羽ばたきたいんですけどね。うまいこと言いますね、はい、まあ、これぐらいにしておきましょう、うん、ぜひ皆様もご参考にお楽しみいただければと思います。さあ本日はいよいよ予選最終日第10レースまでが予選となっておりますので、ぜひポイント争いにも注目してレースの方を楽しみいただければと思います。本日の展望番組もお付き合いいただきましたのはスポーツウォッチの長谷昭則記者でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。